探しに行くときに、ブンブンちゃんのお友達が三丸の神社に新しく就任する宮司さんに水場を案内していただいて、その水場で一緒にこれを奏でて歌ったり踊ったりしながら撮っています。お水はいろんなことを古代から覚えてるみたいですね。のことも日本人のお友達が作ったおことです。縄文時代からこのような形の小さなおことを持って、イザナギイザナミ様も子供たちに日本語を教えていたというお話が仏末代に出てきます。今回は、サンマリノの、カデロ大使に敬意を表しまして、カデロ大使のお名前をカデロをいただきまして、そして、和歌を作りました。それを日本語で祝詞として奏上させていただきます。出羽三山で修行をされたことがあるということですので、その出羽に降る清らかな雪の色と、ブンブンさんが書いてくれた三丸の神社の掛け軸に、三丸の漢字で清らか、聖なる天雨というふうに書いてくれたので、そこにかけまして、清らかな雨の道を主を示せというお祝いとお祈りの歌になっています。では
なんかやっぱりあの和のテイストっていいですね。ゆったりと時は流れるし。で、そろそろでは始めたいと思いますが。あのシリアの前の大使、実は男性が地位してたんですけども、日本の政府とは合わないからということで、まあ、帰ってくれって言って、まあ、帰ってもらったんですね。でその後、まあ、あの二等州官とか一等州官とか彼女は3時間ですけども大大使として来てくれてますね。でまだその公ではないっていうかね、だからちょっとまあ難しさがあります。日本では、ね、日本はやっぱり反対してるから。で、まあ、本当にいい人たちなん で大使は実はアメリカに長いんですね。国連で6年間大使としてシリアの代表ってね、そういうこと でアメリカの大学にも出てるし、だからものすごく分かるね。でそういうコミュニケーション能力も高くて、それでまあ人とやっていける人が選ばれてきてます。だからアサドさんから特別に任命されて派遣された人です。だから非常にまあ、エレガントだしね、話し方マナーもいいし、だまあ一部の人が来てますね。そういう意味では、でこの後ね、理事会も彼女にしてくれますから。実は今、おとといからラマダンが始まって、何も食べてません。7時以降は飲んでも食べてるんだけど、だから今、初めて飲んだんじゃないかと思うんだけど、今日もね。だからその時間をずらして、ラマダンに。で、あと、理事会に一緒に行きますから、皆さんも一緒に行きましょう。めったにね、一緒に食事して、楽しく。で、もう彼女は本当に素直に喜んでくれるんで、まあ、嬉しいなと思いますけど、もう何回も一緒にやってますけど、そういうことで。それからですね、今、日本には153カ国の大使たちが来てます。で、いろんな国があるんですけども、経済学者であったり、政治学者であったり、科学者であったり、大学教授であったり、民間活動者にしますけども、彼女は完全なというか、キャリアの、自分のキャリアというかね、なんでしょう。じゃあ皆さんお願いします。まず立ったままやりますね。で使い切ったら少し座ります。お名前が、Your name is花火じゃないですよ。ワリフ花火。花火じゃないです。似てます。花火。ワリフ花火さん。ワリフ花火。花火さんです。あっ。あそこ見て。今日後でさ、二人で舞やってね。それから、あと歌も歌ってね。あ、私ね。うん、それから、あっさり歌ってね。あなたも歌ってよ。歌ってね。ね、頼むね。で、あなパフォーミングできた。OK。シリアは、とても大きな、歴史的に大きな国でありました。今、その何分の1かになってます。で、シリアの人たちっていうかね、シリアの中にいた人たちは、やっぱりこう、非常に大切に扱われたっていう歴史があります。で、僕はその歴史を知るために非常に心配的になっていくし、だんだんその良さに気がついてきました。多分皆さんもそうだと思います。
I've explained, the Syria historically is a huge country, and generally speaking, your country's people consider very kind and hospitality to the other people, and so nicely you have taken care of the different people. And the more I meet you, the more I fell in love with you, of course, and then very fond of your people. The way your people live is very respectful, admirable. Yeah. Okay, here we go. Good evening first. Good evening. I'm trying to figure out if I spoke in front of you previously. So if not, maybe. Sorry. Okay. Maybe she's watching. Yeah. Okay. So maybe I need a little bit to explain about the background of our case. Yes, okay. Because now I am planning to speak about the latest development. Okay. But I will brief you a little bit about the background. Okay. まずですね、皆さんにあの支援に対して理解をしてもらうために簡単な概要的なことをお話したいと思っていますと。で、それを基づいてから話を進めたいと思います。Okay. So for our difficult situation, everyone only speak about the government fighting its people, mm-hmm. and they are fighting each other. Mm-hmm. There is a civil war, but this is of course only the argument raised by United States and some other countries who are supporting the United States. Of course, the main reason, because also Israel in our area, and they want to weaken our state. まずですね、皆さんがお気になっていることはですね、ほとんどアメリカ、それからイスラエル、そこら辺の情報に走っていることが多いんだけども、言われていることは、シリアってひどい国である。実は国民を圧迫しているとか、虐殺しているだとか、それから内戦を起こしているだとか、中でいろんな戦いをしてね、いろんな人たちとの戦いをどんどんしているというイメージが今、植え付けられてしまっているけど、事実は違って、今のことは大体が欧米系のメディアが主張していることであって、自分の敵の人たちが言っていることであります。Okay? But, my government always try to explain the situation in order to, not to have such a big dangerous.、Mm-hmm.which is international terrorism, mm-hmm. Fighting us and dividing our states. So always our government try to shed the light that what we are facing is international terrorism want to divide our state, and so based on religion, mm-hmm. like Sunni, Shi'i, Kurdi, Alawi, in order to weaken the whole state in our area. So this is the main reason, and we always keep asking the international community to help us because we are facing such a dangerous terrorist groups who are who wants to divide our area. そうですね。それに対して、シリア政府がずっと言ってきたことは、なぜ皆さんは気づいてくれないかと。で、実は他の国の人々たち、まあ、特に宗教的な絡んでるんですけども、そういうグループがそれぞれね、シリアを分割して奪おうとしているんです。自分たちの勢力を拡大しようとしているために、やってることであって、例えば今言ったのはですね、まあ、イスラム、それからユダヤ教、それからアラビというのは、まあ、アラビの、まあ、アサドさんの方ですね。クルド族、クルド族、そのクルド族がそれぞれが自分たちの勢力を広げていって、シリアを分割して取ってしまうと、自分たちの勢力界を取ってしまうということで、実は、まあ、How many gaylords, international gaylords entered into your country? More than 80,000. No, no, I mean different groups. Different groups. Different, we have more than 100 now, I see. And then totally 80,000? From 85 countries. I see. But they are huge. I see.
実はですね、80から85カ国がそのゲイラの背後にいて、ゲイラの数が私がこの間皆さんにレポートしたのは82の違ったゲイラが入ってきて戦っていると。今はその数が100以上であると。でどのくらいのゲイラの人たちがいるかっていうのが想像つかないと、あまりに多すぎて。でそういう人たちがお互い戦って してますよね。お互いに戦争してますよ。だけどシリアはしっかりとそういう人たちに対して防御してるんだっていうのが今最初に言われたことです。 OK? So the situation right now. OK? あ、村山さん、今ね、山本が書くこの真っ最中、ごめん。はい、OK。 So now the situation, you know, after these terrorist groups have the full support in Syria, so they now they want to move to Iraq, and they already moved to Iraq in order to achieve the whole agenda for our for the whole area. The whole area. Yeah. So the idea again, the main idea is to divide our state to small parts. In order to keep Israel the superior power, you know, to dominate. And this is very old, you know, plan for Israel. If you have this, it is great Israel. It is 1980s, this one. So when, since that time, they are planning to have such agenda. For them, if Israel will be in our area and will be strong and accepted by the whole Arab state, first they have to be the greatest power. How to achieve that? They should weaken all other states in the area. In addition, after they weaken this state, they divide them. So this is the main idea, and this is what it is written by Israel intelligence people. It was UCL in 18th, and it is only published on June 13, 2014. Ooh, you see, okay. Now because it is now almost they are achieving what they want. I see. Yeah, and it is called Enon plan. ね、これ6月に発表されたばっかりのイスラエル側からね、今の100いくつかのゲイラの背後にはイスラエルがいて、イスラエルは、まあ、もっともっとイスラエルを大きくしようとしてて、イスラエルの戦略は各、まあ、彼女にとって言えば各ゲイラを応援してます。で目的は各地域をシリアやイラクをもっと細分化してね、小さな勢力してたくさん作っちゃう、それをスーパーパワーであるイスラエルがコントロールするというのが背後にあると。まあ実際のところはそれぞれの言えない聞いてみないか分かりませんけれども、ISIS って、シリアで活躍していたゲイラの一部隊が今イラクに移ったのをご存知ですよね。イラクを攻めてます。でイラクを西部攻撃してて、まあ危なくなってきますけどね。でそれはイラクではなかなか成果が上がらなかったということもあるけれども、そちらの方が戦いやすいから、まあ、そちらの方に攻めていってイラクを分隊してしまう。ここにクルド勢力、クルド勢力ってもあるんですけども、クルドはいろんな国に分割されて暮らしています。民族が4つぐらい、4つか5つに分かれてますよね。それらはまた集結しようという動きもあったりしてですね、非常に複雑だけど、彼女が今言ったのはその背後には必ずイスラエルがいてですね、イスラエル戦略のもとに彼らはいつの間にか動かされているということですよね。でそれぞれお互い戦ってて、お互い戦ってるからそれぞれ小さくなっていく、それが狙いだということを今言われました。Very interesting. So how to achieve that? The U.S. actually they use terrorism as a strategic force. I see. So through terrorism, through supporting these terrorist groups, they can divide this area. And this is why they support all of these terrorist groups coming inside Syria, and then start to spread, to change the border, to take some part from Syria and from Iraq,
from Jordan, mm-hmm. later on from Saudi Arabia, mm-hmm. and from Iran and from Turkey, mm-hmm. in order to have this Islamic state. To divide into pieces. Yeah, okay. exactly. 今のその背後にはね、イスラエルがあるんだけど、アメリカのね、戦略でもあるんですよと。アメリカは自分の勢力を使わずに、各グループのリーダーを戦わせることによって、彼女が言ったことを正確に言うと、戦略的に個々のゲリラ部隊を応援して戦わせています。それによって力を得たり、まあ、トルコであろうがサウジであろうがヨルダンであろうが中東一帯をそれぞれこう軍有割拠というかね、巨大勢力が持たないようにお互いに戦わせています。それがアメリカの戦略です。こういうことをしています。確かにその意味があります。というのは、well, let's talk about this. Saudi Arabia and others. So let me show you a little bit here. It is a, yeah. If you see Syria, this color, you see the color, this, this is different color. You see this color, this is a little bit green. Yeah, green. You see here Iraq. こっちは Iraq ですね。This is Syria. Syria, ここです。This is Syria. Yeah. You see Syria?They want to take this part. Aleppo, yeah. They want to cut it in the middle. Mm-hmm. Aleppo, yeah. countryside of Aleppo. And the Raqqa, Turco, ne? Raqqa mm-hmm. and Abu Kamal. This is their resort. Mm-hmm. You see? So they want to take this part. Mm-hmm. This, like this here. This is for the Islamic country. Uh-huh. This is the Al-Khalifa. Dawla Islamiya.Islamia. It is Islamic country they mm-hmm. wanted. Mm-hmm. They are saying this is for Sunnah, but they are very extremist. Oh. Sunnah are not extremist. But this is right now, this is only the part from Syria and Iraq. Mm-hmm. But later on, they want to extend to Jordan, Saudi Arabia, and other countries. 今言ったのはですね、アメリカとか、エガン戦略が会見はね、これまずシリアのここを取って、今こっち側に来て、この北の方を登録していると。それによって、過激派の地域を作ろうとしている。でもこれはファーストターゲットであって、そのうちシリアの方から、サウジアラビアだとかヨルダンだとか、その範囲を広げていって、とにかくイスラム世界を分断しようと。それがアメリカの戦略でもあるし、イスラエルの戦略であると。こういう話はなかなか出てこなかったんですけども、やっぱり、大した話をしているとこういう話をよく聞くんですね。で、now I understand the This is as in the you know Islamic country. Countries. But look, they only take this part. Yeah. Yeah. Mm-hmm. And they keep this Al-Hasaka. Uh-huh. You see why they keep this? Uh-huh. This is another country for Kurdish people. They want to take Al-Hasaka mm-hmm. with this part of Iraq. Uh-huh. You know, and now.This is an evidence how they want to divide the, our countries mm-hmm. and to have a new border. You see, and this is only terrorist groups. Yeah, yeah. You know? And you said, 今ですね、Aleppoからここら辺ずっとここが、ISIS の連中で分断しようと、海峡ね。それからこの上のハサクからトルコがここまで登録していると。でここは石油基地なんで、石油が取れるんで、ここに入れてると。で、まあ、トルコって言いましたけど、クルド族は、まあ、いっぱいこういう国に分断されていくんですね。で、まあ、クルド族を中心にしてっていういうことになりますけどね。Yes. You see, also, it is, yeah, it is similar. This is the area. But in all cases, the idea is, you see how United States supporting these terrorist groups in order to achieve their aim. Mm-hmm. You know, so taking dividing this country, our region later on, of course, it will be also goes to Iran, mm-hmm. take some part of Iran see, yeah. to Saudi Arabia. I see. So now the whole country it is like
very, very tension countries. それでね、今ここでやったけど、アメリカが狙ってるのは、この後イランにも攻めるよ。それからサウジアラビアの方にも触手を伸ばすよ。で、それぞれの国がそれぞれのゲリラを応援してるんですけど、例えばサウジは、あれですね、あの、なんだっけ、サウジアラビアは、サポーティングで、サウジアラビア、of course, because it has the oil.Mm-hmm. So Saudi Arabia always give the money. Mm-hmm. Saudi Arabia and Qatar. Yeah. Saudi Arabia for them. Yeah, yeah. They are some of the biggest routes of the game. Yeah. Saudi Arabia, they are supporting Al Qaeda. Ah, そうだ、アルカイダ、思い出した。Qatar. アルカイダを応援してるのがサウジアラビア。Yeah. 武器まで与えて、お金も与えてます。And then Qatar, yeah. Supporting Brotherhood.あのイスラム同胞団を応援したのがあの、カタールね。カタールの国はムスリム同胞団の国です。But, で、まあ、later on, the idea is those terrorist groups and extremist groups, they are all together, working together, and they have only ISIS, you know, in order to strengthen their, you know, themselves.So they have only one group working under this group, which is ISIS. Sometimes they are fighting each other. ISIS, they want the power to be on the... Oh, sorry. Please call me. I'm switch off. Isekisan, Yamamoto Gakko, ごめんなさい。はい、ごめんなさい、Yamamoto Gakko です。ちょっと消しとくね。ごめんなさい。Sorry, I switch off. That's okay. あ、消えました。So the ISIS, who is ruling this group, he is from Iraq. Exactly. You know? ISIS というグループがいますよね。それは、そうそう、あのイラク出身の人がコントロールしてます。Yeah, only the part, because they want actually to have the power. In Syria, we have Jabhat al-Nusra. You see.On one time, they worked together. After they took this area from Syria, and now they are already moved to Iraq. So, you know, so there is now no mentioning about these small groups. I see. Like Muslim Brotherhood, or like Egyptian Hurts.Which was in Syria previously, or like many Jamaat al-Islam, you know, Islam Front, or Jaish al-Islam, the Islam military, all of those, they were supported from Saudi Arabia. But at the end, you know, they have only like one umbrella, one group, stronger group, which is now fighting on the ground, ISIS.And in Syria, Jabhat al-Nusra. But they are supported by US, by Saudi Arabia, and by Qatar. あの今言ったのはですね、もうすでにあのここら辺取っちゃったから、ISIS が、それでイラクの方に入ってきましたと。で、それまでサウジも、それからアメリカも ISIS をずっと応援してて、一つの ISIS グループの中にいろんなものが入ってたんだけど、今度は内部で戦い始めるんですね。個別のなってくるとまた別の話 で、やっぱり自分がコントロールだとコントロールだということで、そういう争いの段階に入っていきましたと。だからね、これね、あの弱肉強食の世界ですね。まあ、私たちもあのいずれと中国の間でそうなっていくなと思ってますけど、もうこれ現実の世界でやってること。Right. So now, for example, United States say we want to send fund and military weapons to those groups who are national opposition, you know? But there is no national opposition. So whenever they send any weapons or any money, it goes to ISIS or Jabhat al-Nusra. I see. So 今ね、国連だとかアメリカだとかサウジがお金だとか武器だとかいろんなものを支給しています。でこれはその、反政府勢力というものに対して出してるんだけど、反政府勢力って何だと、
実態は各国から派遣されたゲイダーの人たちなんですね。反政府勢力って自由、シリアなんかありましたけど、だんだん数が少なくなってきてますけどね、また基準していったりしてますけれども、実際的には反政府勢力というなるものはいなくて、ゲイダーがいるだけである。その矛盾をね、なんかうまくこうごまかしながらやってるね、アメリカがやってるんだということを言われています。 And we should not forget about the main reason behind this division、mm-hmm. As I said, because who is getting benefit of this division、mm-hmm. Israel、mm-hmm. And this is why Netanyahu、mm-hmm. right now he support such division、mm-hmm. He said he isWith the division,、ISIS division,、mm-hmm. so he has no problem with this one,、mm-hmm. and this is again, and also for Turkish Kurdish part,、mm-hmm. Barzani, everyone knows that Barzani he have a very long history, a close relationship with Israel. I see, and、they always working. You know, for Kurdish people, it is their dream to have a country.I see. Since a long time. Yes. And this is the reason why they have no problem to put their hand with any power in order to achieve this purpose. So this division exactly very important for Israel、mm-hmm. to divide our、countries、mm-hmm. and also to give、Kurdish people、this part, because now Kirkuk, you、mm-hmm. know,Yeah. It is in Kirkuk. Iran is the Iran, right? I don't know. This is not my bad. Kuwait. It's a Kuwait. Yeah. Iran. Here. And then it's a Kazakhstan. I guess that maybe. Okay. So you see, this is here. Yeah. This is here. Okay. I can explain. まあここらね、あの北の方はクルド族が住んでるんですね。クルド族は4カ国に分かれてて、合計数3,500万人いるんですよ。私の記憶ではね。その人たちは国なくて、いつか国を持ちたいねっていうことでずっと夢見てるんですけども、その連中が、まあ、トルコのここら辺なんですけど、ここら辺に国を作らせてもいいと。でもこの背後、部族の背後にはイスラエルがいると。イスラエルが延命のためには戦わせてね、でクルド族とあちこちの反対勢力を戦わせながら、バランスを取ってると。これは全てアメリカとイスラエルが仕組んだ罠であるというふうにシリアは見てます。You know the oil from Kirkuk. Yeah. It is、almost they estimate how many、how many barrels? It is one million. 1 million. Barrels、daily. Daily. Every day.、Oh. You know, and this oil,、the only way、to send to outside,、uh-huh. it goes to Turkey, Israel. Israel. You see? It's very good. It's good, eh? From, yeah, Israel, it is from here. But it is the only way to go to Turkey, to Israel, to...、I see. で、このカークックっていうところが由来があるんですけども、これ、あの、毎日の毎日量の生産量ね、それが大体100万バレル。で、それをそのパイプラインを通じて、トルコ経由、イスラエルに持っていこうとしている計画がもうすでになされています。ということ。こういう話ってなかなか表面に出てこないよね。Okay. So this is why, again, we really now, if they have such, if we keep support them,、mm-hmm. and they have such division in the middle for ISIS, you know,、mm-hmm.And here, this part goes to Turkey. And later on, this is still, you know, but we are saying、mm-hmm. the division, if it is deepened in our area, after ISIS take this part,、mm-hmm. the Kurdish people will take this part. I see. But it is still now, we have Kurdish people there, but it is still Syria, you know. But after this division,And especially Kurdistan and Iraq, it is already exist. They and now they took Kirkuk, so they will also、mm-hmm. take、like、this part. Yeah, you see, so、uh-huh. this is the division which is coming,、uh-huh. and which is really in the agenda of Israel.
and US trying to achieve this agenda. それで今ですね、クルド族ね、クルディッシュピープル、クルド族っていうんですけど、この人たちは国を持たない国でずっとここ100年ぐらいしてるんですね。で、この人たちは建国してしょうがないと。で、実はその人たちはここをもう確保しちゃってるんですね。で、ここはまだシリアの政府が握ってるんだけど、いずれこういうふうに来るだろうと。戦況抜ければね。で、今ここをこう来てて、こっちまで来ちゃって、ここを取っていくんだけど、ここの連中はクルドに任せる。だからこっちがここからクルドがこっちに来るぞって感じですね。で、そうそう。そう。To speak about Sudan, for example, the south of Sudan, they already divided. You know, by such division, they lost 76% of their oil. Yeah, and other resources. Yeah. And all of these resources, almost now, it is on the hand of Israel and United States. Yeah. Most of the company in south of Sudan, it is from Israel and from US. 今ね、スーダンの話が出ました。スーダンは去年、一昨年か、南と東に、北に分かりました。北がイスラム、で南が、まあ、クリスチャン。ということで、76% の石油生産業が今、南の方が持っていますと。で、それの会社はほとんどがイスラエルかアメリカですと。それを取りに来たんだねという、まあ、視野から見るとそういう話になる。だから、この話も実は同じようなストーリーで戦略できています。So I am giving you actually, only a briefing. You see,It is, I already distribute this paper, and you can have an idea. Mm-hmm. It is information written here, how they support, and when they support, and what is, you know, the main aim, and what are these terrorist groups. So in general, this is, you can have later on a quick... これね、写真撮ってればいいと思う。撮った?あ、皆さん。あ、皆さん。これね、非常に分かりやすい。何が、各国が何をしたかというのが出てるから、まあ、very instructive. Yeah. So having said that, doesn't mean really that we expect they can achieve their agenda. For Syria, we are now almost around 4 years still fighting this terrorism in order not to let them achieve their purpose.Very dangerous agenda. Yeah? 今ですね、実は戦争始まって4年経ったんですね。で、彼らはそれぞれのそのリーダーの人たちは自分たちの目的達成のために頑張っていると。で、彼らはそれなりに成功していると。だけど、まだシリアは戦ってて負けちゃいないぞと。で、これらの、アジェンダに対して、まあ、目的に対してシリアはガンとして抵抗してて、まだ存在している。まだ非常に強いです。まだね、like ISIS, giving up your country, and then entered into the Iraqi, where it's more easy to fight for them. You know, ISIS, they are fighting inside Syria almost now, like more than 3 years, almost 4 years. But till now, they couldn't achieve what they already achieved in Iraq. I see. So this is why...They like to... Syria very important now player to fight international terrorism. Yeah. And this is why the international community should now also have benefit of our expertise on fighting international terrorism. 国際テロと戦うのにね、シリアはずっと4年間も持ちこたえてるぞと。で、実は今言われたことが大事なことなんですけども、ISIS グループってありますね。この連中は、シリアで3年間戦ってきたんだけども、成果を達成することができなくて、実はイラクに入った、戦いやすいイラクに行って取っちゃったんですね。で、わずか2、3週間のうちにもイラクを取っちゃいましたね、あのね。で、ところが、同じ成果は何もできないと、シリア側でも。シリア側でもできてない。だから、こうやって戦って成果を出そうと焦ってたんだと。でも、自分たちはまだまだ戦って強固な、非常に強いですね、シリア軍は。まだ持ちこたえるだろうということで戦っています。
Okay. But at the same time, we should acknowledge the fact on the ground. Mm-hmm. So it is like almost Syria now damaged, you know, not from sure. these terrorist activities. So now our government is still fighting these terrorist groups. At the same time, we are doing like reconciliation with our people. I see. Some of our people, unfortunately, you know, those who who has a lack of knowledge of or lack of teaching, or they are poor. Some of them, unfortunately, they mislead their way, yeah. and they think they are fighting a jihad yeah. for our God. But now most of them, they recognized their mistakes and they come to the government yeah. in order to settle their situation. I see. And our government okay. are now working hardly with these people in order, you know, to not to keep this ground easy for such terrorist groups working inside with these people. Okay. 今言われたのはですね、実はシリア政府もですね、現実を見据えてしっかりと対応しなきゃいけないと。だから自分たちが失ったもの、相当国がですね、ダメージを受けてます。まあ、インフラストラクチャーをはじめとしてですね、学校も壊されたり、病院も壊されたり、家も壊されたり、大変なダメージを受けてるんで、現実的なことを進めなきゃいけない。で、リコンシリエーションという言葉が出ましたけど、これは和解です。和解のための動きを各団体とやっていて、特にシリア人の人たちで反政府で逃げていった人、またはそういう教育されてシリアの政府は悪い政府であるということで戦ったり逃げていった人たちに対して手を差し伸べて、でどん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 和解のプロセスを進めていると。でかなりの人たちがそのことに分かってね、実際目覚めて、で多くの人たちが戻ってきていると。それからまだまだ難民部落があちこちあるんですけども、その中ではまだね、騙され続けているという感じで言ってます。そういう状態の人たちがいて乗ってこないけども、自分たちは今節丁寧に諦めないで和解のプロセスというものを着々とこれからも進めていこうとしています。 And because also our military, Syrian military forces, they are strong enough to throw many of thethese terrorist groups outside Syria, mm-hmm. we start also to do certain agreements uh-huh. with very good friends like Russia, Russia like yeah. Iran. Mm-hmm. Now we start to do agreement with them in so many fields. Mm-hmm. For example, in water fields, you know, because we are having a problem with water, water, especially now Turkey, because the Euphrates, goes from Turkey, and Turkey as a political weapon, they are, you know, controlling how many kilometers come to Syria. So they are playing on this in order to put pressure on us. Oh, I see. You know? So this is why now we are also having agreement with Russia in Raqqa, you know, in Raqqa, yes. Palmyra, Raqqa, here. Yeah. It is here, Raqqa. Yeah. In the area where those ISIS want also to have this place, Raqqa, mm-hmm. to have it Raqqa. To be, yeah, Raqqa. So here we are having now agreement to work with Russia. With Russia in order to help us in water resources, water. Because we have very important dam in Arraqqa. Yeah, so this is why we are working. あ、例えばですね、まあ、その他の手段も取ってるんですが、周りのそのインフラだとか、水のサプライ、電気のサプライとか、そういうものがあるんですけども、そういうものに対して、まあ、例えばロシアとね、協定して、ここにラッカっていうところにダムがあるんですけど、この再開発で水の量をコンスタントに、でトルコあたりはその、どのくらいの水がね、水量がシリアで必要なのかだとか、どのくらいの利用してるかということで、いろいろその水を止めたりなんかして圧力をかけてくれると。で、そういう
対抗措置としてそういうものもやって、いろんなアグリメントをね、国をそのまま存続させるための方法として、いろんな国を巻き込みながら個別もその契約をしながらやってると、対抗手段というものを取っていっています。なかなかね、これ難しいですね。 We are working as well with Iran in order in so many fields, economic, electricity, and also agriculture, in order to also satisfy the need of our people. Because now we are facing a problem, for example, with electricity, while our fuel, it is in their zone, in this area, which is a complicated area, and where these terrorist groups are sitting on this area and stealing our fuel to in order, you know, to sell it outside to Turkey, I see. Outside to for them, for their terrorist activities. They need money. They took the fuel from our land and selling and take the money. So this is why we are facing now. Electricity, it needs fuel, you know? So this is why we are also, we need such agreements with, with other countries in order to support us. 今ですね、ゲリラがここら辺支配しちゃってて、ここら辺で油が取れるんですけども、パイプラインとかそういうところ抜いちゃってですね、石油を取って外部に、まあ、トルコをはじめ外部に売ってるんですね。だから自分たちの油だとか、その油で火力発電やってるんですね。で、火力発電のエネルギーないから、それを電気を例えばイランからね、イランと仲いいんですよ。イランと、あとレバノンとね、仲いいんですね。それとか供給を受けたり、それでやってるんだと。だそういうので細かいね、電気供給のアグリーメントを結んだりね、それからインフラを整備したりね、パイプライン整備したり、そういうことをイランとの間で経済協力やってるそうです。イラク、for example, right now also they have their military forces. They are fighting, still fighting hardly against ISIS in order to also keep them out, not to achieve, not to, to divide their land. And still achieving improvement, but you know, while this ISIS still have the support, it is not easy to今ですね、言われたのは ISIS って結構強いと。それはアメリカとかイスラエルとかね、ヨーロッパの勢力が応援して資金も出してるし武器も出してる。で、それに対してイラク政府は戦ってるんですね。 ISIS を追い出そうとして、まあロールバックって言いますけどね、巻き返しを図ろうとしてるんだけども、なかなかうまくいかないと。だから今はイラク政府も、まあ、ISIS 戦ってくれてるから、自分たちも戦ってるということで、まあ共同みたいな感じで戦ってますね、お互いね。なんかね、もう死に密接な状態になってますね。で、今まで仲良かったなと思ったら、イラク人で戦ったりね、やっぱり主導権争いでも戦ってますからね。OK? As well as the people, you know, they have people like people coalition, community coalition. In Iran, they are also doing their best. It's okay. They are, you know, especially Iran.Because they have this experience since 2003, when the US and Britain invaded them, and since that time they are suffering. So now the people of Iraq recognize this agenda, hidden agenda, and they want to defeat these terrorist groups. I see. で、実はイラクの人たち、一般の人たちなんですけども、2003年にアメリカがいきなり攻撃しましたね。核兵器を持っているとかいうことで、あれはなかったんだけども、それで政権に繰り返した。その時の苦い経験をイラク国民の人たちは未だに持ってて、なんとかしてこの ISIS をね、追い出そうと。そのためにしっかり戦おうということで、国民の一般的な人たちの気持ちが一致しているそうです。Okay. Let's see now US what they are doing.、Yeah. US, for example, in Syria, now they areStill supporting the ISI, they are saying Daesh or ISIS, those are, we want them to
support them in order to defeat our government. Yeah. But in Iraq, they are saying, no, this is terrorist group and we want to support the government. You see the double standards? I see double standards. You see? So, but this is doesn't show their seriousness about really defeating these terrorist groups. No, they want to use them in order to achieve their agenda, whether it is in Syria or it is in いや今、アメリカの話なんですけど、ダブルスタンダードで持ってるねと、一方ではイラクをサポートしながらですね、テロリストと戦いって言ってるんだけども、テロリストをうまく使おうと思ってるのがアメリカで、シリア今の政府を転覆させるようにずっと応援してるから、まあ、なんかダブルスタンダードっていうかね、泳いでるって感じで言ってますね。こういう話はなかなか聞けないですよね。Okay. You know, there is Robert Fisk. He is a journalist, independent. Mm-hmm. He wrote an article about this subject, about the U.S. policy. And the title is saying that those who are fighting in Syria, they are good people. Mm-hmm. But the same groups who are fighting in Iraq, they are different. Something like this. I see. But, a lot of journalists on it.やっぱりシリアの政府を転覆させようと戦っている人はいい人なんですよ。だけど同時にイラクに攻めていってるけども、これはちょっとよくわかんないということ。だから非常におかしいな。Yeah, another also journalist, he wrote, his name is Andy. He wrote in the New Yorker. He said, you know, he's making joke on the US. He said, you know, we should give applications for those fighters and ask them who is good and who is not good in order to know US who is good to give him support and arms and those who are not good. もう一人のね、ニューヨーカーのジャーナリストが言った言葉ね、まあ、自分たちこれよくわかんないから、その戦っている人同時に聞こえると、あなたはいい人たちですか、悪い人ですか、こっちもいい人が悪いですか、それによってどっちを応援するのか、決めようじゃないかというこういうジョークを、ハムジョークで、実は本当に分からなくなっちゃうわけですね、一般の人たちは。政府の詳しいところ分からないから。だから、おかしな話が立ってるわけですよ。だから、アメリカのジャーナリストもこういうふうに言ってるということは、本当に分からないということですね。正しい方を助けてると思ったら、やっつけたりしてるわけだから。Okay. You know, we should put in our mind that the United States, especially now in the Iraq situation, they actually they are unable to do any another war. It costs them a lot. Yeah, in addition, their people, they are against. They don't want any another war in Iraq. So what their aim now to create this conflict, inside conflict between ethnicity, Shia, Sunni, Kurdi, and then they will send some of their intelligence people in order, you know, to guarantee their interest in the area. It is not to fight, but those, no, like expertise and giving orders, giving information, how to continue achieving their aim, dividing the area based on religion, based on ethnicity. They are doing now. This is it. This is the agenda of the United States with regard to Iraq. With regard to us, they couldn't manage to interfere, whether through... クルドの人たち、この人たちにそれぞれの土地、領土というものを与えて、それでそれぞれの分割された地域になって平和に解決するために、それぞれのインテリジェントを3つのグループに送って、インテリジェント同士話し合わせて3つに分けちゃいよと。要するに国を3つに分割しようということね。それをやらせようとしているのがアメリカの意図である。ファイナルアジェンダということですね。So now, how to move forward? Really, we should think how to solve this problem.
This is now the most important, because as I mentioned, it is not only dangerous for our area, it will be dangerous for the whole world if we support them. Can you imagine now we US and others supporting terrorist groups in order to divide the states? This is unbelievable. It wasn't in Middle East. First, if you remember, it was the war against terrorism. It was in Afghanistan and it was at United States. Now it moved. Now it moved to our area. Later on, to come to the East Asia. Of course, we should consider not to empower these groups and not to let them achieve their agenda in order to overcome and to defeat their plan and then to fight them all together. 今ね、ここで食い止めておかないと、これは影響がね、また他の国に出るよと。というのは、やっぱりどう考えてもテロリストに対してね、アメリカが核を応援したり、イスラエルが応援したりすると、もともとゲリラというのはアフガニスタンにいたじゃないかと。その連中が中東、まあ、アメリカに移っていって、アメリカは 9.11 を起こして、で、今度は中東に来て、今、どんどんこう分割しながらね、分断していこうとしていると。ほっとくと、お互いにためにならないのは、このゲリラの連中が今度は日本に来たり、アジアに来たり、で引っかき回していくと、あの人たちは、軍団になって同じ思想のもとに集まってきて、まあ、ジハードとかいろんなこと言いますけども、ゲイラはそれぞれ目的が違いますからね、自分の例えばシーア派だけの、またはスニ派だけの、またはクルドだけの勢力を持ちながら他のところに入ってきて、また戦おうと、また取ってしまおうとするから、このまま放っておくとやっぱりまずいんだと。私たちもそのことを、ね、世界中の人に知ってもらいたいと。ここで食い止めなかったらまた続いていくぜって話ですね。Okay. So as we said from the beginning, and as we are explaining that they use the terrorism as a strategic force, policy, strategic policy to achieve their agenda. Now, we should also think strategically how to defeat this terrorism. Yeah. And what in our in Syria mind, and what Syria think that we should have a conference, only conference, and to bring all concerned parties, among them of course Syria, to find a way how to defeat this terrorism. So, アジェンダっていうのは目的っていうんですね、目標、実現すべき目標っていうんです。でそれを、まあ、あとゲイラっていうそのものをね、戦略的な、まあ、勢力として、手段として、ストラテジックメソッドということで、フォースとして使おうとしてるんですけども、そういうことできてるんだけども、自分たちシリア内にあっても、このそれぞれのゲイラに対してどのように戦って、どのようにやっていくか、自分たちの国を維持するかという戦略をまた立てて行動を起こしていかなきゃいけないと。でそういうですね、まあ、自分の国の中の統一っていうかね、で力を合わせて戦っていこうとしてるんですけども、そういう戦略をこれからもまた取って練っていくんだということを言われています。 So how to defeat it should be common between international efforts, because you can one countryTwo, three countries like that. We should together have a common objectives in order to defeat this terrorism. Because we should really, it is if it is the idea of Israel or the idea of US to have such policy, but this is a bit dangerous because later on it will be against the whole world. And this is why on such conference, when all of the big powers come to this conference, like in Geneva, right? Exactly. So it is only dealing with international terrorism, how to defeat this international terrorism together, commonly. You see?
So we should, as such, we should deal with the root causes. Mm-hmm. We should speak and, about these extremist and terrorist groups in order to find a way to like speak about their policies and find a way not to support them in order to defeat them. Mm-hmm. So the most important idea is to clarify their mentality, their aims, in order to stop these countries who are supporting them with all kinds of support. Did you propose to have another Geneva conference? There is not Geneva. Now where? There is a rumor that we should have an international conference dealing with this issue. Yeah. Geneva conference, it was something different. Now we have this is a big picture. This what we were speaking on Geneva too. We were speaking who is going to rule Syria. Mm-hmm. Come on. Now we have election, our president win the election, 88%. And this is wrong. It was wrong thinking of US and other coalition to think that they can change our president. Yeah, yeah. You know? This is on the hand of our people, yeah, sure. Not on their hand. Okay. Now that the conference should not be dealt on these small issues and these internal issues. Mm-hmm. They should deal on how to defeat今ですね、この問題解決には一カ国だけではダメでね、国際的な各勢力というかね、まあ、国連版みたいなところで一層に対してやるべきだし、一番最初にクリアにしなきゃいけないのはシリアの問題というのも各そのゲイダーの人たちのね、最終的な、まあ、何を考えているのか、目標だとか、それを明確に表現してもらって、それとの戦いをね、やらなきゃいけないと。でゲイダーというのはインターナショナルゲイダーだから、まあ、お互いにこう影響力があるわけだけども、それを一つ一つ潰していかなきゃいけないと。で前去年はね、ジュネーブ国際会議やった時には、相手方が、シリア政府が話す相手っていうのを特定するために2回やったんだけど、なかなかうまくいかなかった。今度はもうちょっとカットを変えて、それぞれのゲイダーの代表出てきてもらって、あなた方は何の目的なんですか、何をやろうとしてるのかっていうものをクラリファイ、まあ、要するに明確化して、でそれで、どういうふうにして解決していけばいいかということを話し合おうじゃないかと、そういう意識をやろうとしていると。でこの間麻生さんの選挙がありました。その時にはこれを契機として潰そうと思ってました、アメリカもイスラエルもね。ところが 88% って言いましたけど、得票率が非常に強い、再選されちゃったんですね。シリア国民としては体制的には形的にも一応麻生大統領がまたちゃんと政権に正式な手続きになったということなんで、今度はそれをベースにですね、国連に乗り込んでいって、多くの国を巻き込んで、それぞれのその場で各代表に来てもらって、あなた方は何をしたいんですかと、最終目標は何ですかと、そういうことを語ってもらおうというのが戦略だと。何ですか？Very dangerous, you know. Let me give you an example. In Afghanistan, when United States, you know, they bombed Afghanistan, yeah. And they invaded Afghanistan, yeah. It was Bin Laden, you know, and his group. But the way how they tried to defeat the terrorism, it was a wrong way. Mm-hmm. It was only small group, Bin Laden and his group, and then everyone in Afghanistan started to be against the US, and now most of the Afghani people are spreading, yeah. You know, in Syria, in Iraq, in Pakistan, in so many, in Libya, in Sudan, Somal, so they are spreading and making these This is why it is very important to hold this conference and to speak
how can we really defeat these groups, not increase them? はい、そうです。今言われたのはですね、アメリカがね、結局、まあ、イラクを攻撃した、イラクじゃない、アフガニスタンを攻撃して、ウィンダリーを殺しましたね。あれは極めて間違った方であったと。だから今非常にタッチというか難しい局面に来ているのは、一歩間違えると、アフガニスタンを攻撃したようになって、今アフガニスタンの人たち、ウィンダリーは小さなグループだったと。でもそれを殺した、相方で殺したことによって、普通の一般の人たちがみんなゲリラになっちゃって、アメリカやっつけろ、ジハードだということでね。誤った、むしろゲイラを増やした行動であって、あれは完全に間違ったアメリカの行動だと思うと。だから今回、同じようなことをやると、またそうなってしまうと。だからそうやらないためには、やっぱり国連の場、そういう場で、みんなが関係者が出てきて、何をしたいのかを明確に話をして、そうすると少なくともゲイラを増やすことにはならないでしょう。ということですね。Now, in addition to fighting terrorism, we do believe also now Russia, they are submitting a resolution, a draft resolution to the Security Council. This resolution is against all of these entities who are buying the illegal fuel. From Syria and Baghdad, you know. So, because why this initiative very important to support it? Because you know, if any country buy this fuel, it is similar. You are supporting and giving money and giving income to these groups. So if you buy the fuel from them, you will give them money, and they will be, you know, keep doing their今彼女が言ったのはですね、ロシアが国連に提示したのは最終的な決定っていうかね、リゾルーションっていうのは決定って言うんですけども、決定事項を、ね、提案しました。それは安全保障協会に対して、保障理事会に対してね、今この地域から出てきた油、石油っていうものを買う人たちに罰則を与えましょうと。そうすると罰則を与えれば、ゲイラの人たちは資金源を断たれるわけなんで、そういうものを、ロシアが提案しました。で、それによって、そういうそのテロリストを支援する国家、国っていうものをね、罰則で縛っていこうと。買えなくなるから、干上がってしまうねっていうことですね。で、In addition, as I mentioned, why now? Because like Japan, for example, US, Europe countries, they don't want to support our government. They now it is the time for all of these countries after they have witnessed the truth of or the reality and. That Syria is on right, the government of Syria, they are on the right track, and these terrorist groups are wrong. This is the time really for this state and the international community to support Syria. It is not only for Syria government, you know. Why I'm saying this? Because now it is very important not to achieve that, such division. So now, for example, Japan, when ISIS invaded Iraq, they give them support. In addition to what they already gave them, now they said like $6 million. They will $6 million. Yeah. ISIS? No. This is Japan. Japan. $6 million. Now they declared that a few days. They said we will give government. Your government? No, the Iraqi government. So I am saying that as Japan wants to support the government of Iraq, Japan and other Europe and US should support our government, you know, in order to empower them to defeat ISIS and other terrorist groups. Very clear.
ですね、実はイラク政府に対して600万ドルを日本政府がイラク政府に与えました。あげました。でそれはISIS と戦うために、イラクに攻めている人と戦うためにあげました。で彼女が言ったのは、シリア政府の方にもそういう支援をしてほしいと。一緒にテロリストと戦っているんだから、そういうことで支援してほしいねということを今言いました。まあ、確かにそうだよね。戦っていることは事実だからね。Okay? And of course, the support should not be only like humanitarian support. Now, the support should be in development projects. Whether it is from JICA, whether it is from the private sector, or NGOs, non-governmental organizations. それで今言われたのはですね、日本政府は今までのそのまあお金だけではなくてね、デベロップメント、開発計画の方にも JICA を通じてたとか、民間レベルからでもいいんだけども、そういうサポートもしてほしいと。で、イラクは長年、ごめんなさい、シリアは長年ですね、私たちがお仕事に聞いてるのは、ひどいことをやってたと、悪い国だってことをずっと聞いてました。ところが、実はそうでもないっていうことが最近分かってきたわけですね。で、例えば、化学兵器をたくさん多様に使ったっていうけれども、その証拠、化学兵器は全部廃棄したっていうことをやりました。でその証拠も見てきてやったし、自分たちがシリア政府が使ってないということを証明しに来てくれて、国内から言いました。ストアフェイスでやりました。で結局、使われてなかったということが、国内の人、アメリカの記者の人たちもそれを証明しました。だから僕らは吸い込まれてるんだけども、実は使ってなかったということが本当かもしれない。僕はよくわかんないけどね。だけど、使われてない可能性の方が大きいなということを最近は知っています。And finally, also Japan, as well as other countries, they should support Syria and the government of Syria politically in their fighting against terrorism. Yes. Why? Let me tell you, you know the Saudi Arabian, the Saudi Arabian student, student who is here in Japan, and the last month, the government now monument. Yeah, in Japanese shrine, which is Sensoji. Sensoji. Sensoji shrine. Sensoji shrine. There is four, how to say, like the statue. Statue. Yeah. And there is one Saudi Arabian man. He is doing his PhD, and he destroyed these four statues because, according to his mentality, this is against Islam. You see, this is why I'm saying the government of Japan should support the policy of Syrian government fighting terrorism because such terrorist acts will be moved, and it happened here in Japan last month on this shrine, Sensoji. Part of the terrorist, he is a terrorist. Now the government of Japan dealing with this issue, and he is from Saudi Arabia. I see. And he is also, studying. He has a studying PhD. PhD in Japan. In Japan.サウジアラビアの日本に来ている留学生が、浅草寺で、スタチューがありますね。なんだっけ、アブンの国が、なんだっけ、シラの間とか、4体をね、なんか傷つけたそうですよ。でそれは、日本は、シリアをもっとサポートすべきであると。で、ゲイラをサポートすべきではないと。あ、モメント。Who insisted that, Japan should support?This is why I say Japan should support the policy of Syria fighting terrorism because if we keep terrorism in our area, it is moving. I see. And this is an example happening here even in Tokyo. I see. で、まあ、彼女が言ったのは、そうやってテロリストの、ね、学生が、日本の浅草寺のアシュラ像を4体傷つけたと。
このように、彼女にはシリアの政府、これはテロリストと戦っているわけだから、でそれを味方しないと、テロリストっていうのはずっと世界中を飛び歩いてくるから、まあ、日本にも回りまくってくるねと、それが一つのいい例だということになります。知ってた？それ知らなかったな。お、oh, this one。あ、本当だ。いやいや、スタチュー。ブッダ、ブッダのスタチュー。おお。本当だ。知らなかったな。あ、11日ぐらいか。本当だ。ああ。まあまあ、だいぶさ。ああ。こういうね、あの関係、ごそ大事ですよ、ね。お互いに情報交換してながらね。何が片っぽだけ聞いてるとやっぱおかしくなっちゃう。とてもいいですね。人間としてお付き合いできるからね。So really, I am sorry if I make it complicated. No, 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 I understand. But our situation is very critical and it is very important to You see, I will show you this later on.This is Ramadan in Japanese. I sent it to my home. I see, Ramadan. They are like celebrating Ramadan months coming. Yeah. This is in Japanese. Yeah. Let me show them first. Also, please. Masha, I think we share stuff still. Also, down. This.そうそうそう、僕結構シェアしてんだよ。I guess this one. Ah, that one. Yeah, please, okay. If you can, yeah, you can. Okay, ね。あの、僕面白い趣味があってね、アラビア語で言ってくると、アラビア語で、あの、Google翻訳機かけて、で、それを日本語に直して、で、日本語で僕は解説を書いて、それをアラビア語に直して、ペーストして打ち込んでるの。アラビア語からインドネシア語、フィリピン語、タガログ語ね、それからまあ、あのイスラエル語も入ってるし、いろんな国の言葉で。今のペーストして、アラビア語と翻訳機にかけるとパーッと日本語出てきます。大体間違い多いんだけど、こちらから返事するコツは文章を短くする。主語、実語、目的語をはっきりして短い文章にすると、正確なアラビア語です。スペイン語もこちらも出てきて、僕は多分今10カ国ぐらい外に今やりとりしてる。その国の言葉で。で、発音聞くの面白いから、こんな発音するの？でも大体、言葉が分かった。ラティンって言ってる。Today's a very instructive. 今日の話、皆さん、すごいと思わない？勉強になりましたか？拍手ください。ね、だからこういうね、あの直に聞くっていうことの大切さ、で僕らほら、新聞しか、新聞テレビってだけだから、これ絶対バイアス、あのバイアスって言葉とツイスティッド、ツイスティッドは曲げられた、ねじ曲げられた報道してるとかね、バイアスってのはバイアスが何度かかかって、言葉を変えてるとか、それバイアスね。そういうことです。So after this, please put the Ramadan celebration in Japanese. そうでさ、今日終わった後ね、あの短い食事行くけど、参加したい人いる？おお、参加する？参加しないの？手挙げな、いっぱい飲んで帰れ。はい、okay, all would like to join and dinner together. Really, I want to thank you because you know.It is Ramadan. I am fasting, and when you play the music, it is like I feel I am in a mosque. You know, I see. Like, oh, yeah, atmosphere. And also, I want to thank you about the water. Really,
飲んでなかったんだ。When I drink the water, I break my fast. And it was really very good. Especially, yeah, thank you. あ、じゃあね、ご縁でね、ちょっと休憩ね。クリスですよ、だんで。あの、そしたらさ、質問の前にさ、誰が来る今度は歌ってくれる人いいかい頼んで、まああなたが歌う、男性からじゃあ男性歌って、その後あなたにお願いしていい？じゃあ行くぜ。じゃあそれをやめて、ちょっと休憩しながらね、僕は一人じゃないんで、はい、歌がいいんですか？あ、はい、言ってもいいですよ。あ、ちょっと聞いて、聞いて、はい、いいですか？はい、実は日本語っていうのは同音異義語です。素晴らしい意味があるんですね。で、シュっていうか、まあ、キリストだってヤフェ、モハンメドにしても、やっぱり人類の幸せしか願ってないんですね。じゃあどうやったら幸せになれるかっていうのは、まず基本的に神っていうのは、よく言われるのは、主とは歓喜そのものである。じゃあ歓喜とは何かって言ったら、日本語の言葉で表すと、嬉しい気持ち、それを嬉しき。それから次は、子供がそうである楽しき。面白き、ちょうど子供が小さい頃、どこの国でも子供たちは泥団子を作るんですね、丸めて。で、それでピカピカになって嬉しくなるんですね。嬉しき、楽しき、面白き。この3つの木をおみきっていうんです。おん3つの木、ね。で、これ必ずみんなそうなの。嬉しき、楽しき、面白き。この3つの木があると、みんなワクワクして、もっともっと作ろうと思うんですね。どんどん作っていく。それを神道のところで、いやさか。栄えよ、どんどん栄えよ。で、どんどん作るもんだから、自分だけで持っててもしょうがないから、どん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 配っていくんですね。そうすると、たらいの泡のように、どん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 配っていくと、たらいの水はぐーっと回って自分のところに戻っていくんですね。だから、どん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 、あっち行けあっち行けと全部自分のところに戻っていくんですね。嬉しき、楽しき、面白き、いやさかなりて。で、最後、その3つの木で作ったものは、全部素晴らしいんですね。その人にとって最高のものができるんですね。そうするとさっき言った嬉しき、楽しき、面白きの3つの木に素晴らしきっていう木がつくと4つの木になるんですね。そうすると4つの木、すなわち良きこと、良きことが生き起こって自分みんなが幸せになって、また大きくなって自分に戻っていく、そういう意味の歌なんですね。だから物事をやるときには必ず4つの木が自分の中にしっかりあるかどうか、それを確かめてやる。じゃあここで歌いますね。おこれは何の先生のところで歌ったんですけど、赤トンボだったかな、夕焼け小焼けの歌詞で歌えるのと、あともう一つは、もしもし亀やると、夕焼けであると心が落ち着く。それから、もしもし亀やると、どん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 元気になる。だからとりあえず、今日は嬉しき落ち着く歌を歌います、ね。とにかく僕はプロじゃないんで、坊主なんで、坊主って本当に坊主なんですか？本当に坊主です。坊主なんです。僕は臨済宗妙心寺のそこで修行をして、でその後今度インドに行って戻ってきたら高野山のお坊さんにさせられちゃったんです。でももう宗教というのがいいんで、すっかり宗も離れました。はい、歌います。でね、ここにね、例えば先生とね、はい、試しにね、効果があるかちょっとここに座ってもらっていいですか？2人とも2人でもいいし、座るのここに、はい、それで僕歌いますから。で、今度皆さんね、僕の歌は簡単ですから、それに合わせて3番まであるんで、バリフさん神よ、はい、一緒に。なんか今から結婚式が始まるで、その間ね、みんなでね、8の字、この無限ループで自分で歌いながら、自分の魂っていうか光が彼らの足元に入って、今度は抜けて、今度自分の足元に入って、で自分の頭からまた彼らの足元に行って、で自分の足元に行っていくように、こういう形でみんな歌ってあげて、そうするとそれぞれのエネルギーが交換されながら光の輪になりますから。じゃあ待って、ちょっと祈ってがありますね。買います。
嬉しき楽しき面白き癒やさかなりて素晴らしき回れ回れ健やかに回れよ回れよ回りゆけありがとうありがとうお父さんありがとう、ありがとう、お母さん。ありがとう、ありがとう、子供らよ。ありがとう、ありがとう、ご先祖。様嬉しき楽しき面白き癒さかなりて素晴らしき回れ回れ健やかに回れよ回れよ回りゆけありがとうありがとうお釈迦様ありがとうありがとうキリストよありがとうありがとうアマテラスありがとう、ありがとう、みなもとよ。今度ね、ありがとうと自分の名前を言ってくださいね。それでおしまいです。嬉しき、楽しき、面白き。癒さかなりて素晴らしき回れ回れ健やかに回れよ回れよお回りすごい自分の前にありがとうありがとう慎吾さん自分の前にありがとうありがとう慎吾さんありがとうありがとう慎吾さん慎吾さんの命ね慎吾さん自分の名前 ね、 ですね命にありがとうすごいありがとうございました、はい、どうもありがとうございますどん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 これをもしもし込めてもらうとどん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 やってみてくださいありがとうございますはいどうもすみませんうしいね。おお、やっぱりな、いいですね。それでは前に出てきていただいて。恥ずかしいです。もう前座で。あのね、いや、彼女はね、女優さんであり、映画にも出てますしね。
歌もたくさん歌ってますし、で日本の歌も5分後見たいと思うんですけども、じゃあ自己紹介から不安を増やさなきゃいけないから、ここにお名前書いて、今のほらグループの名前も書いてください。お願いします。まあ、あの私が 今から7年ぐらい前だったかね、あれ。そうですね、6年前にある大きなあの、パーティー会場でね、パーティーっていうかシンポジウムみたいなところだったんだけども、彼女が歌ったのがですね、あの時島歌だったんだよ。島歌が良くてね、まあ、本当にね、あの演技力っていうか、あのやっぱり女優さんだから演技がね、やっぱりこう手の動き、体の動きあのがすごく良くてですね今あの新しいグループを作っています。緒方美穂。緒方美穂と申します。よろしくお願いします。あのオリンポっていうのリーボっていう、あのこれ造語なんですけど、ね、リーボっていうのがエスペラント語、世界共通語のリーボ、命という意味と、オリノっていうのが、はい、命の織物という、はい、日本語の織り出すという、ね、命の織物という意味の音楽ユニットを作っています。もともとあの三宅裕二の劇団のあのスーパーエキセトリックシアというところに入っていたんですけど、で役者はあのその監督とか演出家とかプロデューサーのテーマ思いを役者としてあの演じることでそれを伝えるんですけれども、私はどっちかというとあのそうではなくて、自分の思いとか自分のテーマっていうものを何か直接に伝えられるものが音楽だったらできるのかなと思って、なのであの歌をちゃんとやり始めたのは本当に最近で、本当あの最近というか、その本当にこのバンドをやり始めてちゃんとやらなきゃいけないと思ってやり始めて、いやそうか、そうですね、なのであの私の中ではその最初にアイルランドの民謡を聞いたときに、知らない、行ったことのない国の音楽なのに、なんか懐かしさを感じたんですね。それで、まあ、当たり前なんですけれども、地球は一つで、人はつながっていて、なんか命っていうのも、縦の命、先祖代々受け継がれる縦の命と、人種、国境とかを越えてつながる横の命によって、その中で、やっとここに生かされているというか生かされているんだなっていうことを、そういうことを伝えるにはどうしたらいいんだろうなと思った時に、そのアイルランドの民謡をまた思い出して、あ、だったら世界の民謡っていうその縦の命横の命という音楽を、しかもやっぱり私には難しい政治のこととか本当によくわからないので、一人の個人として人間としてそういう民の歌、民謡っていうのは民の歌なので、ね、昔の人たちの思いとかそういうものを歌っていきたいなと思いまして、いろんな国の民謡をその国の言語とそれに対して自分で日本語をつけた歌詞と、なるべくそういう形で歌っていきたいなと思ってやっています。今月は、あ、今月年に3回ぐらいしかちょっとライブはやれてないんですけど、今尺八、バイオリン、ギターでパーカッションが2人いまして、で私がボーカルをやっています。その6人でいろんな国の音楽をやっています。今月また7月23日に原宿でやりますので、もしよかったら。何月何日？あ、それ書いて忘れない。7月23日。はい、書いてちゃんと。何曜日？水曜日です。今日です。あ、水曜日は分かった、はい、何時かな？19時半。あ、それで今ね、あの、はい、尾形さんね、はい、あのシリア大使から提案がありまして、はい、もしシリアの歌だったら、もしね、あのチャレンジしたいだったら大使館に来る。あ、ぜひぜひもうね、ここ早からすぐ結ぶからねということで、じゃあシリアやろうぜ。ぜひぜひ。今シリア戦でしょ。シリアが出張にやるんですあの森のゲームってフェイスブックであの開いていただけるとおります。あ、尾形美穂でも、あのね、あの大使館の一番上の部屋はすごく広いんだって。そこでコンサート開いてみぜって言って、ぜひぜひ。大丈夫ですか？
らいの家があるって。もうやろうぜ、決定。決定ね、決定。はい、よし。みんな考えていきましょう。ありがとうございます。というわけで、じゃあ、私のそのきっかけになったアイルランドの民謡、はいはい、これは英語の歌詞なんですけど、はい、英語の歌詞と日本語の歌詞、はいはい、もうちょっと真ん中出てきて。ウォーターイズワイドという歌です。すみません、アカペラで。The water is wide, I can't cross over, and neither have I wings to fly. Give me the boat that can carry two, and both shall row. My love and I. 川は広く澄んでる。波に任せ揺らいで。お願い。捕まえていて、私とこの愛、愛の国を知ってる胸の奥に。静かに手を伸ばして確かめてみて、あなたとその愛。すいません、もう一度歌うでしょうか。島歌って言ったんですよ。あのインターネットですぐ出るよね。別に他の歌でもいいんだけど。これ、音って出る出る。出ないですね。じゃあ、島歌じゃなくていい。次に歌える歌を歌ってください。じゃあ、中国の民謡で、はい、小川淡水という歌ですね。ちょっとだけ。あ、わかりました。触りの部分だけで。ちょっとね、説明しますね。皆さんにお話ししたいのは、やっぱり国際的なことをやっててね、で、例えばこれからは神道が大事だ、神社が出てくるから、祈りとか大事です。それからお互いの国に敬意を表すために国家が大事です。だけど一般の人たち、民間の人たちはそうじゃない。民間の人たちを埋める人が欲しかった。で、彼女にお願いしました。で、あと奉納が大事だよね。だからね、いろいろね、皆さんの持っているものを出すことによって、私たちの力がこうもっともっと膨らんでいって、世界中をこう、なんていうかね、愛の手を差し伸べていくということになると思うので、大変貴重な役割をこれからもしてくれるんじゃないかなと僕は思っています。で、今日は本当に来てくれてね、本当に嬉しかったですよね。だってフォークだよ。ね、フォーク。ナイフとフォークじゃないぞ。じゃあ、もう一つお願いします。中国の民謡で、古い民謡で、小川淡水という。はい。月年秋来了我、忘掉我。想起我的阿哥在深深歌声一两天上走天上走哭哭哭啊笑笑笑大水
much. それで当然のことながら、彼女が行ってやるときには皆さんも来てそれぞれパフォーマンスをしていただくということで、舞台がシリアの屋上、大使館の屋上、屋上っていうか一番上に結構広いんだわ。ありがとうございました。ありがとうございます。これから本当によろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。私のところに入ってますから、皆さん気に入ってくれた？素晴らしい。法の前行けるかね。今日はなんかちょシグサだけでもやってください。シグサ2人で、あんたって優雅だったもん。優雅だもん。みんなで一緒にやる、あの簡単なので。あ、じゃあお願いします。だからその意味が OKOK、 お願いします。その後ね、松井さんに硬い話になるからしてもらうけど、遅いからまた次の。いや、まだ大丈夫。じゃあさ、やって。あんた、まいさん。レッスンね。お、あ、はい、大丈夫。夏美さん。はい。ちょっと、あの、歌ってくれる。あ、はい。全然漏れちゃう。あ、ちょっと、私たち。This is a new instrument device. Special one. Yeah. Traditional one.だから皆さんにもらえます。皆さん一緒にやってください。はい、はいはい、一緒に。はい。はい、あの、なんていうんですかね。簡単なんですけど、下から、あの、下からですね。はい。こうやって。手が上にぐーっと上がって、はい、赤鼻までいって。あ、そうなんだ。そうなんです。開くんだ。で、歩き始めますね。ここはイザナギイザナミになるんです。イザナギイザナミ、これピンってやって、これなるほどね。ヌー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 、これやってたんだ。そうなんですよ。そっか、イザナギイザナミで、ストンストンって手を開いて、これやってた、やってた。ここでね、スルさんあ、これツールなんだ。天と地をクレーン、クレーン、稽古がクレーン。今度は亀さんです、亀。亀、あ、え、だから通った。あ、これ亀なんだ。初めて知ったよ。あ、そうか。やるんですね。あ、初めてなかったよ。ね、急だったので、こんな感じで、普通は真っ白の朝の衣装で。打ち出したら出るよね。素晴らしいね。素晴らしいね。あの音でやってきたいですね。そう。あれで、あれでやったんですよ。すごい。いや、あ、そうだよ。じゃあ、夏美さんとはまたちょっと違う。青の歌っていうのも、あの、いろんな、あの、そうなんだ。あのね、もうね、あの、渡辺誠一さんがもう皆さんのこと大好きだからね、大好きだからね。私ね、あのね、あの10月の13日はコンサートはね、ナショナルチームだったもんだから、ナショナルチームでみんながいます。その中にはあの小笠さんも入ってますよね。10月の11、12、13日、13日ですが、13日は我々があの仕切るんですよ。あの木田館。400人が上がる舞台と、富士山の目の前、あそこでやりました。一応見てください。で、あの、都合をつけばね、あの、あれがあったらダメだけど、あなたのあれが切ってるとダメだけど、これ、ね、13日までやるから。で、3時間の大使呼んでるから。そこでね、あの、もちろんワイフさんも来てますから。ね。We are participating to the 10th 11th.今見れるプレスターフィーソーでオクトーバー、いや、ほらね、オーケーしてますから。でね、僕たちはあの苦しんでた国に対してこういうことを応援だったってやるっていうことで、まあ、僕たちの役目がね、それであんなに全うできるんじゃないかなと思うんでね。で、あの、あ、速読やんなきゃ、楽読やんなきゃいけないんだ。じゃあ次、楽読、はい、来てください。大丈夫ですか。
え、ラブドグって何だって言ってた。あのね、面白い人って言ってた。アバの歌だ、これ待ってね。あ、今の歌ったのがアバの歌。これだ。大和言葉の基本だって。これさ、あの自分の名前一個ずつそのまま書けばいいんだよね。すごい。まあ、そうね、天と地、天と地ね。アバっていうのは天と地のこと言って、この二つの歌。一つ一つ全部組み込んで、それで、じゃあそのくらいにして、次は2人せっかく来てくれてるんで、今日本でブームになっているものがあります。それは楽しんで読むって書いて楽読っていうんだけど、これ大量のものをスピード的にバーッと読んでしまうっていう方式なんだけど、その2人ちょっとここで何か写してあげてくれる？楽読でね、待ってよ、今日は155回だったんだ。あ、違う、ロングコンソーム使います。あ、ごめん、こんな感じ。出てきた？ねえ。あ、まだです。一応、閣下ですからね、皆さんね。You are 閣下。Your Excellency is 閣下 in Japanese. So, what if you wanna be 閣下か。閣下。閣下しちゃう。ご紹介します。名前書いて、あそこに君たちの名前、赤で書いて分かるように。で、楽しく楽に早く読めるって、これ2、3年前からの動きなんですけども、非常にスピード。で、僕なんかも昔本読むスピードが遅かった。で、ある時僕の兄貴の友達がやってきてね、自分が読めるスピードは1日にこのくらいで、一生で読めるのは何つ警察した人がいて、嫌だなと思ったんだけど、これは読むスピードがすごく速くなるので、一日にこなすものも多いです。じゃあお願いします。杉山さん。松崎ですね。はい、松崎さん、はい、お願いします。今日はお時間いただきありがとうございます。僕は楽読っていう、まあ、今先生に紹介いただきました、楽しく楽に早く読むっていう楽読の、インストラクターをやっている2人です。で、僕の方は特にお茶の水使ってます。の明治大学の、ね、使っております。で、小松崎の方は一応、こういったね、ベースですね。はい、そうなんだ。テイトリーがあるんだ。あ、でも、直営の、協力してやっております。で、楽しく楽に早く読むっていう速読なんですけど、僕が特に言っているのは、大量な情報をたくさん、ね、取り入れるっていう、速読の部分も、あるんですけど、これ脳トレなんですね。頭の活性化で3つ効果があるってよく僕は言ってるんですけど、たくさんの本を、読むことによって知識が増えるので世界観が変わります。今日のお話と同じだと思うんですけど、知らないことを知るっていうことは自分が変わる大きな成長の場になります。で、もう一つは時間の効率化。今まで2時間かかってたものが1時間になると残りの1時間有効に使えますよ。面白い。で、普段僕ら忙しくしているので、後回しにしていること、本当に自分がやりたいと思っていることを後回しにして目の前のことに集中してしまって、どん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 時間が経ってしまって人生を無駄にしてしまうとか、やりたかったことを本当にできないで後悔してしまうとか結構あると思うんですけど、もし速読をすることによって1日1時間を空けることができるとなれば、これ24時間のうち1時間、それが365時間で、これ10年とか20年になってくると大きな差になってくるんですね。で、それをその時間をぜひ自分がやりた本当にやりたかったことに費やしていただくと大きく人生が変わりますよということをお伝えしたいなと思います。それから、あともう一つは考え方が変わると伝えしています。
皆さん、あのこれ以上早く読んだら理解できないんじゃないのか、そういうふうに思い込んでるその枠みたいなものってお持ちだと思うんですけれど、それを速読っていうツール使いながらどん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 スピードアップしていくことによって変えていくんですね。で、これ考え方を変えていくってことにつながっていくんですけど、これは速読のトレーニングやっていくと、まあ、本の読み方に対する考え方が変わっていくんですけど、それと同時に物事の捉え方だったりとか日常生活の考え方が変わってくるんですね。なので知識が増えて世界観が変わると、2つ目時間の使い方が変わって、3つ目考え方が変わると大きく人生が変わりますよというお伝えをしております。で、あのよく聞かれる、あの速読と落読って何が違うのっていうところで言うと、普通の速読っていうのはね、本を早くたくさん読めればいいっていうところだと思うんですけど、落読は、まあ、本を早くたくさん読めるっていうところも当然なんですけど、人生そのものを豊かにする、あの自分の可能性に気づくっていうことを本当に伝えたいなと思っていて、あの人間の脳みそってまだまだ 10% は使われてないって言われてるんですけど、そこの部分をもっともっと使うことによって、もっと結構僕ら日本人ってこうしなければいけないとかこうじゃなきゃいけないっていう思い込みにとらわれているところ結構あると思うんですけど、それであの考えすぎて、あの悩んじゃったりとか鬱になっちゃったりっていう方いらっしゃると思うんですけど、そこの部分を自分の可能性を知ることによって解放する、そのことによって自由になったりとか人間らしく生きるっていうところを、あの僕らは社会貢献として、あの活動しております、はい、それが、まあ、速読を通してできるっていうのが、まあ、楽読だと思ってください。あの今ね、あの大使から早速コメントがあったので、はい、それは楽だなと、やっぱりね、あの考え方っていうか早く読んでね、あの特にあの外資にいらっしゃる方はねすごい読むんですよ、はい、でそれでその時間の使い方がね、あの工夫できると、そういうことを言ってました。あの大体ね、あの日本人の岩手先生、大体毎日今回行くんですよ。ガーッと。すごい力。あの聞いた話なんですけど、落、うん、読やって、あの政治家の方が月に3回ぐらい、8時間ぐらいの確認の、書類の確認手配をパンコールして、それにしなきゃいけないらしいんですけど、それが落読やることによって、今まで8時間、2時間ぐらい。今まで1日がかりだったのが、2時間ぐらいになって、うん、あの今まで何だったんだみたいな、ね、そういう感動したという、いや大事なことですね。だから僕が皆さんにお願いしたいのは、それ今の効果とかね、はい、自分の生き方変わる、人生も変わるとかね、はい、時間を節約して何するんだということを考え始める、はい、そういうことの方で聞きたかった、はい、実は今まで聞いたことなかった、はい、あそこの人たちからね、学校の人たちから、はい、今はすごいいいポイントを聞いたんで、僕はさすがだなと思いました。ありがとうございます。なので、あのもし落読興味ある方いらっしゃったら、あの声かけていただければ、はい、それからあなたの方からも、はい、ぜひぜひ、はい、あの、まあ、落あ、インストラクター小松崎と申します。小松ちゃんと私普段呼ばれてますんで、あの、はい、ぜひ小松ちゃんと呼んでいただきたい。小松ちゃんですか、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。で、今あの、まあ、天才カズちゃんと呼んでるんですよ、あの改め天才カズマ。落読はあのあだ名で呼び合うんですね。はい、はい、なんて言った？人才？天才です。天才です。天才です。はい、あの。なぜやっぱ私たちニックネームで呼ぶかっていうと、そういえばワクワク、さっきあのおっしゃってくださった、楽しい、嬉しい、ワクワクって気が上がるじゃないですか。やっぱりその子供の頃呼ばれたような呼び方で呼んでもらうことでこう楽しい空気を作るっていうこともやっぱり考えてるんですね。で、今あの実は私、あの山本先生のことちょっと存じ上げなくて恥ずかしいことに、でうちの代表の平井がないが、うん、ぜひ会いに行けと、とにかく行けと言われたんで、あ、じゃあ行きますと言って来たんですけども、でもお話聞いて分かったことは、もう見てる世界が同じだなってことが分かりました。はい、でもともとうちの代表の平井がないは、まあ、在日韓国人なので、とにかく落読を、まあ、私たちその落読でつながるこうファミリーを作りたいんですよ。そういうことか。はい、でその落読文化をとにかく日本に広める。で彼女は今その韓国の方にもスクールを出して日韓をつなごうとしてるんですよ。それは民間レベルで。
で、それのツールとして酪農部入り口として、で、私も実は受講生だったんです。つい1週間前は受講生だったんです、実は。で、インストラクターの様子、検定受かってインストラクターってまだ1週間ぐらいなんですよ。だから私が受講生になって効果があったから間違いないと思って、今日、まあ、時間もね、いただいたんで、はい、あ、いや、純愛党です、嫌いなんです。うん、あ、まあね、そうですよ。何年生まれ？69年生まれ？あ、もう、うちの娘と一緒だよ。うちの娘と一緒。これでお孫さんが4人。え、結婚してんの？別れました。お孫さん4人がいるの、すごいな。あ、本当にこう、なんだろう、人生楽しいことしかないっていう状態で生きてるんで、その幅を私たちこう受けながら、私たちお茶の水と八重洲なんですけども、一応本部直営っていう形のスクールなんですね。なるほどね。はい、だからもう平井の苗の波動を受けながら、スクールを全国広めていくことで、日本全体の波動を上げたいって思っていまして、だから神社をやっぱ世界中に広げることで、やっぱね、富士とつながって世界の波動を広げようとしてらっしゃるんだと思って、最近すごくドキドキしながら聞きました。はい、だから私たちは、で、今日本でやっぱ東京とか特にね、私もそうだったんだけど、やっぱり頭使うじゃないですか、文章たくさん読むにしても。だけど、次やっぱ左脳を使うんですよね、うん、左側の脳。すごく情報処理が、ね、正確だったり、集中したりあるかもしれないけど、そこにワクワク楽しいがあるかって言った時に、正確かもしれないけど、ワクワク楽しいがやっぱ足りない。だから、酪読を通じて、もっと右側の脳を、使う、その体の脳の訓練ですね、そういう癖づけをしましょうっていうのが楽読なんです。だから結果的に文章も早く読める、で、結果的に人生が変わる、結果的にコミュニケーションが上がる、だから自分の人生が楽しくなる、で、周りも楽しくなる、その波動が広がっていく。質問を、はい、今、左脳を使うって言って、俺右脳しかないんだけど、どうするの？でもね、それはすごくわかりました。すごくさっき、もう多分コミュニケーションがつながっていることをもう言語化してらっしゃると思ったんで、だからほんと直感で生きてらっしゃる。直感しかないんだよですね。もうちの大夫もそうで、うちの大夫もそうで、だからでもそういう世界に生きてる人たちが生き見本としていてくださるから、あ、そうなれるんだと思えるんです。ちょっと嫌いな内容が言ってくれるから、あ、そういう風に楽しく生きてて人生良くなるんだと思えるんです。でも、でも、サノって何、サノ？で、私はどうしてもやっぱりブレーキを踏む。あ、ブレーキね。サノって考える。はい、考える。正確にブレーキ踏んで、大人らしく、正しく、常識的に生きようと。あ、それがサノか。一切ないね。そう、片岸さん。バレちゃった。だから、こういう風に生きたいなと。そういうふうに一般の私が生きられる癖づけをするトレーニングが酪読と私は理解してるんですね。そうか、はい、サロンっていうのは考えることとか論理とか言語とか数字とか、合理的だったりとか、そういうことか。これまでの政治社会が推し進めてきた合理主義とかがサロンなんですよ。で、こっちは常識だったりとか、あるいは保守的な、霊気を踏むような働きをするんですね。右脳はどっちかというと、感じる力、イメージだったり、音楽だったりとか、もうそれしかないんですね。面白いとか、遊び心だったり。で、その感じる力っていうのは、ないがしろにされていくというか、感じる力が足りなくなっているんじゃないかなと思うんですよ。戦争だって、争いみたいなところって誰しも、望みはいないじゃないですか。だけど、物の取り合いだったりとか、領土の取り合いとかって、論理的なところで考えちゃうから戦争になるんだろうと思って、感じる力、ね、お互いを思いやるところだったりっていうところをもっと大事にするとか、感受性とかを高めることによって、もっと分かり合えるんじゃないかな。本来持ってた眠ってる力を落としましょうっていう。そうなんだ。はい、じゃあそれね、今の大事なんで、実は僕も子供の頃ね、私の兄弟3人で、長男、次男、三男、僕が一番下、上の2人はね、知能指数がね、抜群に高くて、で、学校オール5とかさ、天才的だったのね。僕、親父、背が175、2人ともあって、
僕、親父の最後のラストエフォートみたいで、ちっちゃくて、血の指数も本当に低かったね。初めから人生諦めてました。正直言うと、ずっと。かなわないんだって。すごいんだ、みんな5だ。こっちは1はなかったもん、2と3ばっかした。ね、向こうは成績抜群で、人生諦めてた。で、ある時に、大人になってからかな、EQ って出てきたんだよね。あれでほっとしたわけだよね。EQ で救われたんですよ、私は。だって、僕は EQ 的な生き方だからさ。EQ の方がいいんだと。成功者も EQ の方が多いんだと。IQ じゃなくて EQ。そう。IQ ではなくて EQ。で、僕は、50歳ぐらいから考え始めたのが、EQ を飛び越えて、HP。はい。知りたい人、はい、どうしようかな、言いたくないな。はい、ね、HP っていうのは勝手に名付けたんだけど、ホースパワー、馬力、馬力なんです。というのはね、中卒の人たち、小卒の人たちは、世の中になってもう頑張っちゃうわけですよ。そうすると、経験値がすごく高くなって、1万馬力がなってるわけね。まあ、アトム、鉄腕アトムみたいなものですよ。ところが、ストレートでこう大学に入っていって、社会に出たのは23の時ね、俺は大学出てるとか、俺は東大出てるとか、俺は博士が持ってるってやつは、全然つかみもならなくて、分かったことをこう読んだりすることはある、理解力は。ただ、馬力がないから、大体小卒、中卒、高卒の人たちが会社作ってでかくして、切り立ってやって、あと管理をやるのが、そういう人たち。うんということが分かっちゃったんです、僕は。で、そのことから僕は、学校出たとき、それがまあ、例えば、ホンダの株ぐらいの、何馬力ぐらいの感じなんだけど、50cc の株で。だけど、経験値が1000馬力ずつ1年ごとに増えていくと、早くから苦労したやつってのは1万馬力になってるから、自分で本も見ずに、社会に出て行って会社を作ったりして、現場で合わせながら作るということなんですよ。だから僕は前のここの事務局長っていうのは女番長とかさ、ブルンブルンの中卒でね、997人従えたのが僕の事務局長とか、そういう連中に任せたの。でも学生は東大卒がいっぱい来てたんだけど、そういうね、2つを合わせるのが一番幸せだなと思ってて、2人で助け合ったらって選ぶ。そうすると本当にちょうどいいの。だけど主体性を持つのは家庭のない人たち。だってその人たちは地図のない世界を動いてきてるから、どうやって動けばいいか分かってる。こういうもんなんですよ。嫌いなのそういう人たちを救いたいんですよ。そうでしょ。ね、だから、ね、僕ね、一つ不思議になってたのは、学力っていつまで続くのかなって、平井さんいつまで続くのかなって見てたの。ところがみんな楽しそうにやってんだよね。やめないの。このグループ。ハマっちゃったらやめなくてね、楽しそうにやってるんだわ。だその楽しそうにやってるから続いてるのかなと思うし、なんで今頃運動したのかなと思ってたの。だから平井さんはそろそろ危なくなってきたなと思ってたんだけど、そうじゃなくて、純粋に、まあ、ここでね、まあ、皆さんにも教えたいっていう気持ちがあったと思うんだけど、こういうのはね、さっと乗ってみるといいと思います。で、とにかく本を読めるようになったら、時間の使い方、時間を僕みたいな人間が一番時間の使い方がうまいのね。なぜかっていうと、人から頼まれることを断れないから全部やっちゃうの。やってるうちに早くなっちゃったの。何でも東大生に卒論の書き方を3日で書くっていうのを僕は14年ぐらい教えてる。3日で書く。大体僕は1日半で書くの。で、大体東大生読みは悪いから1週間かかる。だけど1週間かかるから、1週間で書けないから、あとは俺と一緒に遊ぼうよと。その間、いろんなことを時間を超えてればいいんだ、やってればいいんだよっていうことをやってるわけね。拍手してもいいんじゃない？はい、では、研究になりまして、松井さんはじゃあ次回やってもらうことにして、卒論を3日で書こうっていう話していいでしょうか。で、この方法は、実はイベントやるにも使えます。だから、まあ、先ほど東大でね、僕は4回ほどアフリカエンパワーメントフォーラムをやりました。で、その後2回、1回ずつにやってるんだから、1回ずつごとにね。で、準備はわずか1日です。
で、打ち合わせなしなんだろう、僕がやってることはね。で、これはどういうことかというとですね、卒論を書くときに、皆さんやり方が間違ってて、どんなに頭のいい人も必ず落ちる感性があるんですね。感性っていうものが。それは、あの本を読んでから書こうと。この本を読んでから、もう一度これ前と忘れてるとか言って、やるわけだ、こうやって。そうしたら1週間経つと完全に忘れます、これ。ね、だから書けるわけないの。で、半年ぐらいかかっても、できてません。僕は1日あるんで書いちゃうんだけど、その秘密は、後でコーヒーぐらい汚れよ。まず、机の上をきれいに片付けて、で、A4 のノートを1冊置きます。ね。で、例えば、環境問題、シリア問題。シリア問題。目をつぶって、瞑想してですね、呼吸を整えて、深呼吸を参加してから、シリア、ワリフさん、アサドさん、中東、宗教、こういったテーマを3回唱えます。ね。あとは勝手に降りてくるものを、バーッと一心不乱に番号をつけて書きます。で、必ず A4 のこちらのページはブランクしておきます。で、こちらのページだけを1番、だいたい3行で書いておきます。1番、だだだ、2番、これだ、3番、だいたい2、3時間で、20ページから25ページから書けます。まず、すべてはうちにある。すべては自分の中にもできてる。本を読んでなくてもできてる。1週間、1週間考えた。だから全部すべてはうちにある。そうそう、忘れた。唱える言葉は、すべてはうちにある。すべてはうちにある。すべてはうちにある。っていうことを言って、今のイスラム教、アサドさん、カリフさん、山本学校、音楽、こういうものをガーッと言うだけ。それで一気に降りてくるものを書いていくから、頭の中に心に浮かんでくるものを吐き出す。この動作をガーッと言ったら、2、3時間で2、3、10ページ書けるから、項目数がいつなんだろう。まあ分かんないね。すごい数で出ちゃう。で、それが1日目終わり。2日目、雑誌、本、ダウンロードしたもの、いろんな人の論文集、それをダーッとこっち側に右に積み上げます。大体このくらいになるかな。資料集とか本とか。まだ読んだことない。だけど僕の考え方は、この本は15分しかあげないよ。わかる？この論文は、まあ5分だね。ってやっちゃうわけ。と15分で読もうと思っても30分くらいかかるけど、読むっていいんじゃないの。ページをパッとあって、これだけ。あ、なんか関係ある人と丸つけて、ポストイット貼る。こんな感じ。読んでない。で、この時に大事なのは、理解しちゃいけない。読もうとするな。感じよ。さっきの言葉が飛び込んでくるっていう言葉あったでしょ。感じなさい。感じて、あ、ここなんかありそうだねって、瞬間つけて、ポストイット貼ってる間に、僕はしっかりといつの間にか読んでます。瞬間、こんな感じね。だって15分で読まなきゃいけないんだから、大変ですよ。バーッとやってくる。はい、おしまい。ポストイットバーッとくっついてます。はい、次の雑誌、本、週刊誌、月刊誌、専門誌、論文、ダウンロードしたもの、ブワーッとやってくるの。で、めんどくさくなって、もうこれいいやと思ったら、パッとその、切っちゃって、あ、ここにあったなと思って、そこ貼り付けちゃう。もう貼っちゃうわけ。でしょ？要するに論文がどんどん完成してるんです、いつの間にか。で、大体これがやっぱり3、4時間で、論文集を全部処理しちゃいます。ね。で、3日目に、今度は何するかっていうと、アイテマイズってことは、項目っていうことをアイテマイズって言うんだけど、1番とか5番とか30番とかあるんだけど、これは10の項目に分けるとすると、これは3の5ぐらいだなとか、4の5とか適当にバーッと書いちゃうわけ。自分でページめくりながら。これはそこにもびっしり入ってるし、ね。で、今度初めて、パソコンに向かって3日目にやり始めます。で、上から一番の大項目からダーッと書いていって、その間に隙間に、他のところから入れて打ち込んで、で、ついでにこっちに数字があったらこれも入れちゃう。ね。で、今度はそれをざっと一旦やったら、ソーティングアウトしたら、終わったら、雑誌だとか本とかのポストイット、これを開けます。あ、これどこに入んだ、どこに入んだ、って言いながら、あ、これここだな、ここだなってやってると、できちゃう。That is the end of the story ですよ。簡単？全ては皆さんの頭の中にある、うちにあります。体の中に。それを素直に出そうと。体内部分は
瞬間的にこう取っていったもの、言葉はさっき言ったように向こうから取り込んでくるんだから、いちいち読もうなんていうあのことを考えていいわけですよ。勝手に入ってるんですよ。こういう宇野的な考え方、すみません。あそこ大先生いるからね。今感じるときですか？はい。あの全く同じことトレーニング私たちやってる。やってるのか。やってるんですよ。実はあのディズニーの本使うんですよ。王様のゾルに。だからもう知ってる話じゃないですか。ああ知ってる話だから知っていると。だからその時もパラパラパラってするんですよ。トレーニング入った言葉で、ああ、ストーリーわかるっていう訓練をしてるんで、もうそれを実践されてるんですよ。いや、僕は知らないしやっちゃったんだけど、でこの方法はみんな喜ん で、大学生来ると必ずね、コーヒー杯俺よ、ケーキつけてほしいとか言いながら、必ず飲ませたけど、それでやると、本当にね、これいろんな、あの卒論、例えば、動画法学部は卒論ないのね。で、その場合は他 そのイベントに使わせてもらいましたと。イベントをだって、そのままできちゃったんだ。やるべきことって自分で考えたらバーッと出てくるからさ、もうすぐですよ。この余った時間を僕と一緒に遊ぼうよ。で、いろんな人に顔出そうよ。それで吸収しようぜってやるわけやってるわけね。はい、experiment。で、そういうことなんで、あの多分共通してもいっぱいあるんでね。僕は困っちゃって、人から仕事を断れない、飲んでいない日本人で、全部引き受けたから、時間がなくなっちゃったじゃない。だから時間をどのようにしてクリエイトしていくかってことでやってたんです。だから、あの困っちゃって、やー出したもん。同じです。ということでさ、今時間になりましたから、これでおしまいで、あの2時間に行きますけど、行きたい人手を挙げて。おお、行くでしょ。あ、ごめんね。他の人行くだろうな。あ、全員ウェーイ決定。じゃあ片付けようぜ。もう時間だからね。ありがとうございました。